加古さんの話んですけどもお相手候補がいらっしゃると思います。文春では否定されてましたけど身長で現代が結構興味深いことを書かれています。あの男の名前が出てきます。でり身長と現代ビジネスダブルで直撃してるね。お相手候補の方もかわいそうだなとこんな風に名前出されて困惑されてるんじゃないのかなと。 まず現代ビジネスからいきますか、えー。島津家の御曹氏が明かした。過去さんのお相手と言われることへの偽らざる本音。入れ柄経歴とともにこれ以上の人物はいないんではないかと。と、えー、宮内庁関係者は過去さんのお相手候補とされる島津家の御曹氏についてそう口を揃えました。では気になるその人柄は独占取材した。本当に独占取材したんですね。ダブルで困られてるから困ったもんですよね。 ある程度仕方ないのかもしれませんが、こういうふうに、あ、み宮けと絡むとあまりよろしくないと。格差の強い結婚願望。閉店に恵まれた5月中旬の7時頃、都内の高級住宅地に立つ邸宅から一人の青年が姿を見せた張り込まれてたんですね。特定してすごいな。まあ、びっくりするでしょうね。そんないきなり来られたら、ね。<laughs> 大変ですねで。色白で端正な顔立ちに横分けにした。 髪型が似合うこの人物は、加護さんのお相手候補として取り出されている島津家の御蔵師 A さん、その人である。本物の名家は角に着飾ったりしないと言われていますが、まさしく A さんもその通りで、ゆったりとした紺のスーツにノーネクタイというシンプルな服装ながらどことなく気品が漂っている。旧型のプリウスに乗り込もうとしたところで、記者の存在に気づいた A さん、突然の訪問を浴びると、わざわざ記者に近づいてきてくれ、質問に答え始めたと。 人柄も申し分ないということでしょうね。こんな張り込まれて怒る人だったら怒ると思いますから、すごいいい人柄なんだろうなと思うね。そう考えると、カコさんを選ぶのは考えづらいかなと思うね。勝手に名前出されてるだけなんじゃないんですか。で今年12月に30歳の誕生日を迎えるカコさんの婚活が、水面下に進んでいらっしゃるキコさんやミテコが後押ししているとの報道もありますが、 実は背景にあるのは加古さんご自身の強い結婚願望だという、まだお相手見つかってないんでしょうか、まあ、いらっしゃるような気がしますけど。現在政府内で進められている女性宮家創設の議論に加古さんは高い関心をお持ちです。今後女性宮家が容認されたとしても、結婚後に更生の頃から本人のご意識が尊重されるという文言が上文に入る可能性が高い。 しかし、それでも皇室戦犯改正後に結婚して皇室から出れば批判が集まることは目に見えている。皇室離脱を希望している過去にとっては気がきてはないんです。その文言が入ったとしても残ると思いますよ。世に放たれて生活できるかって疑問がありますね。公募金もらえますし、家もただで住めますし,し、女性宮家通ったら見てこの代々の願望であり、 うん、いらっしゃるんじゃないのかなと思います。秋篠宮家としても、それをしていただきたいんじゃないのかな。その成立を待たれてるんじゃないのかなって思います。これは、ま子さんパターンかな、みたいな。ま子さんも待ってったと思うんですよ。だからこそ、小室を逃がしたりとか。佳子さんと結婚するということは、小室の周りとも宴席になると。それはそれですごい嫌ですよね。それに関する懸念が結構言われてるね。ね親族の方から 異論が出てると。あらあら。男性は書道家から大学まで学習院に学んだ。これは完全に音像師コースですよね。大学時代はゴルフ部に所属。あら、かっこいい。2016年に法学部を卒業してメガバンクに就職。これ、多分赤メガらしいですね。お、なんか、ゴルフさんと <laughs>、一緒なんですよね。本社で、ね、顧客の資産運用業務に携わっており、エリートですね、だいぶ。校内では丁寧な物腰の温厚な人物として、 えー、通っているとこれ以上ない良縁にも思えますが、現在あらぬ場所から異議が唱えられていると。あらあら。前出の霞会館関係者が出す。で、当の島付け側の一部の親族から、この縁組に強く反対する声が出ている。それは加古さんはともかく、結婚すれば小室家とも縁続きになってしまう。とうとうこういうふうに言われると。そりゃそうでしょうね。忘れてましたけども、確かに小室と縁石になるんですよ。 それだけはどうしても避けたい <laughs>。というものです。だいぶ本音言ってますね。それ嫌ですよね。巻き込まれる可能性はありますからね。二の前になる可能性あるわけですよ。マ、ま、コさんが、あれほどまでに小物に関して掘られ倒しと。そしていろいろなことが出てきました。同じようなパターンというのは絶対起こると思うね。週刊誌も狙ってると思いますし、半分女性見分け案が通ったら、 そうなるんじゃないのかなと思いますけども、通らないことを祈ってますが、通ったら結婚に関してだいぶ動くんじゃないのかな。そうすると巻き込まれる可能性があると。それは嫌ですよね。それだけはどうしても避けたい。小室なんかっていうところもあると思うね。一連の小室さん母子の振る舞いについては霞会館でも問題視されていまして、なんと霞会館でも問題視されていたと、<laughs> らしいんですね。 そもそも眞子さんとの結婚が延期となった時期には、コース内でも複数の女性皇族だったから、あのような家と縁席になるんでしょうか、などと、危惧なさる声が上がっていたんだから、紀子さんの件に関しても、もともと子さんのことも言われてましたもんね。結婚時の時ね、無理はありません。島津家側では、佳子さんとの縁談から身をかわすために <laughs>、もうすごい嫌がってるんですよ、島津家が。 衝撃的ですよね。うん。お相手に、ね、挙げられている男性については、いっそ婚活を進めてはどうかという意見も出ているほどです。婚活をして早いこと固めちゃって、加古さんの狙いが定まらないようにという感じなんでしょうかね。前 <laughs> ふ全然ダメじゃないですか。果たして、党のお相手候補である男性の境地はいかなるものなのか。平日の朝、スーツ姿で最寄り駅へと向かうご本人に声をかけると、本当に何もありません。加古さんとはお付き合いしていないので。 過去さんと面識は学習自体はあります。最後にお会いしたのは学生自体で、就職してからありません。ゴロゴしたこともありません。お名前が浮上していることについては、家族も私もまあ仕方がないかなというふうに思っておりますけど、過去さんの印象は特別何かあるということはありません。がっつり否定されてる。結構嫌がってるんじゃないのかなって、しししと感じると。 じゃあ皆さんどう思われるでしょうか肩表情ながらも終始穏やかな口調でそう口にしたんだった。<laughs> ギリシャからご帰国後、カコさんのご同行にますます注目が集まることになりそうだ。現代ビジネスも突撃しまして、そんなん突然しなさんだって思うけど、仕方ないかな、ある一定は。カ、え、コ、ー、さんのお相手として、えー、名前が出ていることについてどう思われますかよくわからないので。 4月13日は島津家の介護に行きましたか行ってません。ご自身の知らないところで名前が出てしまってますけど、まあそうですね。自分のことなんですけど、ちょっとよくわかりません。周囲からは何か聞かれたりしますか記事が出れば聞かれることもありますが、それだけですね。明日から申し訳ありませんでした。いえいえ。えー、続く後編記事、玉里島津家の検投手が語った、加古さんのお相手として名前が上がる名家の宿命と本音。では、A さんの祖父が明かした素直な思いを紹介します。 祖父の方のご発言も想像できますけども、こういうふうに残念だから言われていまして、小室と縁続きになるのは嫌なんでしょうね。矢幡さんの記事を紹介しますが、小室家の父と祖父母連続自丸事件を看過できる理由。ここは意見が合いますね。<laughs> あいにく。小室家の疑惑があるわけですよ。小室家の疑惑があるわけですよ。小室家さん母、母、えー、夫と岐阜の死後遺産交渉、代理人の衝撃告白、ものすごく懐かしい記事ですけども、 元話だとかいいろろ言われてた小室さんの親戚の方が嫌がってる。よね小室家側ですけどね。当時、長男と夫の相次ぐしで、利勝さんの母親は心身ともに限界でした。ここに佳代さんの知人を名乗る男性から連絡が入った。聞けば父親が亡くなったのなら、孫の刑に遺産を相続する権利があるので交渉したいという話だった。小室さんの父親の弟さんと祖母の方が出たわけです。祖母は亡くなるんですけど、異業ですよね。 確かに落ち着いたら遺産は整理しなければならないけれど、まだ悲嘆に、えー、くれている、えー、母親に対してよくそんな話ができるなと。これと縁続きになるから、それは嫌ですよね。ある親族は、かよさんは本当に怖いと呟いていた。だから島付け側もこんななんと、<laughs> 縁続きになるのは嫌だなと。 で、コメントはですね、マスコミはもう、この男性やご親族の方々に取材するのはやめてあげてください。出勤前に職域取材され、答えにくい質問、投げかけられ、お気の毒です。反対の声がある理由に小室家上がっていますが、理由はそれだけではないと思いますよ。そういうご意見もある。まあ、確かにそれ以上も結構いっぱいありますからね。巻き込まれるのはかなり大きいと思いますし、絵見分けには魅力がないかなって思われるんじゃないのかな。 皇室の方々にもホッとできる穏やかな幸せな時間があるのかな、あるといいなと思います。佳くさんのお相手候補も出勤前から取材を受けて大変ですね。皇室や両家に生まれると自由や穏やかな毎日とは縁遠くなってしまいそうです。自由や穏やかさは幸せとつながっていると思います。お金はある程度必要だけど、あればあるほど幸せかというとそういうわけではないので、まあそうだよね。私たち一般国民、皇室の皆さんも幸せでありますように。 党の島津家の一部の親族からこの縁組の強く反対する声が出ている。それは加古さんはともかく結婚すれば小室家とも縁続きになってしまう。これは大きな話ですよね。 これをアクシ手の皆さんは認めてしまったわけです。その責任はかなり重いと思っちゃいますね。それだけはどうしても避けたいというものです。これはその通りだろうという気がしますね。名家であればあるほどあの家とは近づきたくないだろうと思います。まあ名家を狙えば狙うほど円断に苦労しないと期待する要素はあまりないと思う。メーカーに生まれるのも楽じゃない 出勤途中なんてお忙しいだろうに、穏やかに対応されていたとのこと、やはり小室氏は違うなご親族の遠赤になりたくないというお気持ちはごもっとも、僕、平凡な庶民の私でさえ、そうなんだから。名家ならなおさらと思う。巻き込まれますし、嫌ですし、かな、ま、んですよ、めんどくさい。とか、あとは、怖い。<laughs> 単純に、小室さんと遠続きになるのは、ちょっと怖いもんね。そういう理由でしょう。 というわけで、島津家の A さんが、かわいさんに直撃取材されて、あんまり関係ないですよ、みたいな話をして、親戚の方には、いや、あれと親戚になりたくないと。<laughs> まあだから、お見合いや、みたいに言われて、小室さんがここで出てくるというわけです。以上です。はい、それではメンスもご一緒に近下鉄お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、バイバイ、さよなら。じゃあね。